せっかく回復したのに、沖田さんが危険バス止まったせいで骨折だよ。あー3位かね。でもみんな骨折してるんだよね。取っとくわこれ。あー痛い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 。もらった。あでも青マスだからもしかして回復してくれるかな。回復だ、ありがとう。再び沖田さんが危険マスに止まって食らいました。そして2人は病院送りになりました。カード引こう。おーいいね、今はこれが欲しい。お捨てれる、骨折捨てる。回復したい。俺には何もするなよ。おやった、無理してもいいことねえしな。いくと回復したのに痛えじゃねえか。ロクがカムイのところ行けるか。あでも行ける。お金ありがとう。回復を振ればいいだろ。お、これを使おう。でもダメージだから人いないからな。タクシーで行くか今は。できれば楽させてもらうぜ。できればカムイと 2,3 回戦いたい。どうだ、大丈夫かな。まあこんなもんか。カムイ勝負だ。やあ、また会ったね、お侍さん。元気そうで何よりだよ。ああ、おかげさまでな。それじゃあ早速だけど、始めようか。簡単にやられちゃダメだよ。楽しみは長く味わいたいからね。言ってろ、クソガキが。遊びに付き合ってる暇はねえんだよ。さっさと終わらせてくれよ。まだこっちには仕事が残ってんだ。これアブとサポートでいないよね。おかっこいい。準備はいいかい。なんか二人とも似た格好してんな。じゃあこっち。あ高校だった。いやもうこれは間ハテナじゃん。これでしょ。強っ。 30? そうはいかねえよ。行くぜ。これは食らったら死んじゃうよ。よっと。カードは？あ、何もないんだっけ。もう普通の攻撃でいくか。でかい目こい。どりゃ。でもこれは勝ちか。結構やるね。やっぱりここに来てよかったよ。単純な力押しじゃ勝てそうにねえな。カードをうまく使った方がいいだろう。誰かいいカードを拾ってるかもしれん。他の仲間たちのところへ行ってみてはどうだ。いやそうしたいんだけどね、私先進んじゃうんだ。おお、やった。そしてカムイ2回戦目。カムイもう1回勝負。まだまだ楽しませてもらうよ。仕方ねえな、そこをドッキになるまで付き合ってやるよ。戦いに言葉は無用だ。行くよ。それじゃあ行くよ。そうだな、もしかして3回目も戦うかもしれないからまた交互か。カードを使って
次はカードを使わないようにしてみるか。だってこれで絶対勝ち確定だもんね。よっと。そうはいかねえよ。そしてこの選択肢が本当に正解なのか私にもわからないわ。よっと。じゃあ普通の攻撃。行くぜ。よっと。どりゃ。ま、当たり前ね。結構やるね。道を譲る気になったか。まさか、面白くなってきたところじゃないか。それにしてもどうもやりづらいね、スゴロクのルールに縛られるってのはさ。だったらさっさと片付けようや。運が良かっただけだろ。お、やった。3回戦目ですよ、カムイ。まだまだ行くぜ。そう来なくっちゃね。さあもう何も頼るものがない。準備はいいかい。また高校か。いや、ここは普通に防御にしよう。痛い。痛い。突撃はさ必要かな。カードは何もないし。行ってみるかも。お、あーでもこいつを食らいな。かっこいいけどさ。おっと。おい待て。かっこいいね。30にはずるいよ。本気を出してもらわないと困るよ。単純な力押しじゃ簡単に勝てそうにねえな。もうカードを分かってんだけどさ。そうだ、それでいい。あ、でもよかった。え、負けたら、あ、そっか、ここに戻るんか。あ、でも戦おう。今度は近藤さんか。あの三つ編みの男かなり強いぞ。心していけよ。言われなくても分かってるっつーの。お前にはいらん心配だったな。そうだ、悪いが少し俺と手合わせをしてくれないか。あれ、そっちもレベル上げたいの。いいのかな、俺が勝っちゃうぜ。覚悟。なんか人によって銀さん格好変わってるね。で、先行だから私が勝ったも同然でしょ。もうでかい目来い。あ、それで来る。はい、勝ち。なんかカムイと戦ったからさ、他のキャラがそこまで強いと思わなくなっちゃった。なんだよ、こんなもんか。あと少しだったんだけどな。いや、全然。そうだ、こんなものを拾ったんだ。渡しておこう。カードショップで買いたいな。お、追い上げていくよ。裏がタクシーを使ってそこまで来ちゃったよ。戦火弱っ。なんか使えるカードないかな。相手は次のターン最高の出の3位か。でも2人とも骨折してるからな。邪魔なやつちょっと知ってるか。いや、でもまた骨折した場合あるからな。
やめとこ。どうだ？あ、惜しい。3だったら。もらった。でも戦いだから行くか。あ、また近藤さんか。心してかかりますよ。まずは近藤さんと戦いましょうか。見てて、おたえさん。おたえさんいないんだって。そしてまた高校。なんだろう、私には高校の呪いがかかってんの。行くぜ。あ、でも食らっちゃったわ。えい、行って。かすり傷だけどさ、体力はマックスの方がいいんだよね。一撃ジュリア八。いいよ。いや、楽勝だぜ。失ったか。はい、勝ったのでカードくださいよ。なかなかだったな。お、1番。このカードが4、5枚あればいいのかな。なんだ、同じマスかよ。骨折してっけど一戦しとく。旦那がそう言うなら構いませんよ。やりましょうか。あ、どっちにしろそういうルールだしね。それじゃ本気で行かしてもらいやすぜ。手加減するんじゃねえぞ。こっちだって骨折してるからって手加減はしないけど。ひねりつぶしてやります。カード何にもないんだよな。あー、でももったいないから使えん。普通の防御でいっか。てか同じ攻撃力だったのかい。どうで。あ、でも1だったらまだ。食らってみろよ。かすり傷。でかい目来い。すり傷。死ね。カードの攻撃がないんだよな。これ負けたか。うら。うわ、奇跡。来るか。1111。行くぜ。お腹かった。あ、いけた。奇跡。今目指して。めっちゃギリギリやん。楽勝だぜ。おいおい、そんな体、うん、体たらくで大丈夫なのかよ、体力。次はこうはいきませんよ。そうだな、何持ってるか分かんない。沖田さんこんな持ってたんだ。お、やったー。お金をもらえるし、レベルアップもする。体力も回復する。いいね。あ、ズラが決めちゃったよ。なんだ、浮かない顔じゃねえか。戦いは楽しいんだけど、所詮はバーチャルだろ。いくら本物に似てたって、生身じゃないなら意味がないよ。夢を相手にしてるようなもんさ。それにこっちも妙なルールに縛られているのが気に食わないね。戦う気がないのなら通してもらおう。俺は無益な争いに興じる趣味はないのでな。お、この二人貴重だね。あ、それもそうだね。おいおい、聞いちまうのかよ。夢枕はどうすんの。アブトに任せるよ。地球の侍たちにはまだ生きていてもらわないと困るんだ。困るのはお前だけだろ、たく。え、もう終わり。決着ついちゃったの。君たちが追っている彼ならこの先に行けば会えるはずだよ。あー、まだゲームは終わりじゃないよね。あのサイコロを取り返せば夢枕の機能を止めて
ここから出ることもできるだろうね。急に襲ってきたかと思えば、そちらの情報を教えてくれるとは。下世のやつだな。何か企んでるのかも。言っただろ、俺は現実世界で生身の侍たちとやり合いたいんだ。気が変わらねえうちに行った方がいいぜ。後ろからブスリなんて野暮はしないから行きなよ。でもマシカマイゼンの危険マスなんだよね。また骨折するじゃん。なんだか知らんが、もう戦うつもりはないみたいじゃないか。早く行こう。あ、じゃあカムイ戦終わり？血に飢えた獣か。俺たちは随分厄介な事件に巻き込まれたらしい。また遊んでね。あ、帰った。俺が選びますかね。いや、まったりとした雰囲気に戻ったけど、カードを引くか。おう、回復か。あー、じゃあこれ。そしてカードを使って、ズーラがいるんだよな。サイコロにいいか。ちょっと向こう行くか。楽させてもらうぜ。どこへ行こうってんです？六彦んとこ。どうだ？微妙だな。もらった。でもこう言ってるってことは危険マスじゃないってことか。赤だけど、まっか、しょうがない。うわっ、危ねえ、転ぶとこだったぜ。あれ、あ、もしかして金落としたかも。いくらよ。あーん、痛くはない。ここは見ろ、船があるぞ。六彦はあそこじゃないのか。あ、七重ちゃんだった。見ろ、船があるぞ。六彦はあそこじゃないのか。これって騎兵隊の船じゃん。あれ、ここで止まってる。めっちゃ危険ますやん。なんでここワープしてんの。ああ、捕まってる。しんすけ様、あのカムイとかっていうやつ勝手に引き下がったっす。そんなことだろうと思ったぜ。やつらがここへ来るのも時間の問題だぞ。一体どうするつもりだ。盛大に出迎えてやろうじゃねえか。花火でも上げてよ。え、あなたも動くんですか。なにこれ。一体なに、遠隔射撃してんのよ。そうだ、マラをいたんだ。いや、いいよ。できれば沖田さん。うわ、銀さん、俺が手伝ってやるよ。ちょ、長谷川さん来ないで。あー、やだ。俺の本気を見せてあげるよ。何をするつもりだ。あ、まだ何もされないのね。じゃあカード。お、回避成功。もうとにかく向こうに早く行かないと。何よ、飛ばしていっちゃうよ。よっと、八か、八じゃズラに。あ、そうだ、ズラ。いい目が出たんじゃねえの。ずら病院いるから遥か先なんだ。6か。
お、カードショップ。何を買おうか。サイコロ打って好きなマスで停止。死亡時体力、あーこれもいいな。一度だけ防御カード無効化、相手に10ダメージ。これも欲しい。でもまずはこれだな。死んだ時のことを考えて。なんで交流できないの？あ、1000円でサイコロ振るのね。4ってなんだっけ。まあまあまあ、お金はたくさんあるからちょっと買う。豪華。なかなか欲しいもんが来ないな。あ、捨てるのね。じゃあこれ、他なんかあったっけ。あー、これもいらないや。じゃあもう一回6。おお、やった。回復系のこれいるかな。買おう。32が来なかった。防御カードの効果を一度だけ無効化。これ必要かな。なんか私ってこれ捨てちゃえ。もう一回。ミーが来ないよ。そうだな、これいらないや。白目4。なんでジャスト目ばっかり。これってもっと必要かな。妨害カードの効果、妨害とかいっか。よし、最後の1回だ。2が来ない。またこれ来たし、もういらないよ。1、なんで2だけ来ないんだ。まあいっか。はい、帰り。あ、そっか、捨てなきゃいけないのか。あ、じゃあジャスタウェイ、相手に10、バトル陣7。あ、じゃあジャスタウェイでいいや。はい、帰ります。ちょっと待ってよ。なんだかんだ言ってもさ、世の中は金だよな。いつも痛感してるもん。いや、私アイテムショップでだいぶお金使ったから、いくらなのか私わかんないんだけど。そうだな、悲しいことだけれどもそれが事実だよな。だからさ、俺が金増やしてきてやるよ。銀の玉をじゃんじゃん出してくるからちょっと金が入れるぜ。え、ちょっと待てよ長谷川さん。無理だよ、絶対負けるって。ごめん、負けちゃった。おい、だから言ったじゃん、だから言ったじゃん。いくらよ。もうゼロになっちゃった。カードは満タンだからサイコロでいっか。よっと。1。お、いい目が出たんじゃねえの。なんかどっちにしろ下しかいけないのか。あ、こいつか。え、なにこいつ、気持ち悪っ。覚悟できてんだろうな。うわ、めっちゃ弱。やっと先行だよ。はい、勝ち。喜んでんの？悔しがってんの？もう何もわかんないよ、その風じゃ。やった、お金だ。ちょっと
待ってよ。ねえ、カードとかちゃんと足りてる？大丈夫なのかよ。いや、もうマックスなんだよ。余計な気回さなくていいって、俺のペースってのがあんだからさ。俺良さそうなカード買ってきてあげるよ。ちょっと金借りてくな。待って、だからいいって言ってんじゃん。やめろって。え、これどうなんだろう。ほらこれ、知り合いから面白そうなカード買ってきたぜ。せめて役に立ちそうなカードにしろよ。ただの無駄遣いじゃねえか。一体骨折。お前はあ、しかも骨折捨てれないし、くっそー。あー、じゃあジャスタウェイでいいよ。骨折カードがあるんだ。ちょっとカード引けない。あ、そっか。あー、最下に固定か。もうギリギリ頑張るか。どうだ。あー、よかった、もらった。誰？わしの名はガンケイマル。あー、あれか、刀狩りのやつね。武者奉行の傍ら、最強の武器を求めて放浪している。その腰に刺した獲物、星をも切り裂く妖刀、星砕きと見た。その刀をかけてわしと勝負せん。これ通販で買ったやつなんだけど。いいぜ、手は抜かないけどな。刀何本持ってんのよあんた。できてんだろうな。あ、結構強いし。微妙。大丈夫か。なんでこいつめちゃくちゃ強くない。なんだこいつ。おい待て、この野郎。たわいもない、その程度の刀では最強には程遠いな。なんだあいつ。ねえ、カードが足りてる？もう足りてるって。もう余計な気回さなくていいから。もうカードもいらないよ。てか金持ってないんだよ。ああ、もう何のカードですか。せめて役に立ちそうなカードにしろよ。一体。ああ、まあこれは役に立ちそうだな。もう骨折だよ捨てんのは。ああ、もうずっとカードだ。そして沖田さんが病院に運ばれた。さあ来い。お、6。もらった。頼む、こちらへは来るな。いけないんだよ。どうもさっきから鬱陶しい花火が上がってやがるな。ちょっと待ってよ。すべて闇に帰るがいい。ダークマダオだ。ダークマダオ。あ、長谷川さん。おい、どうした。なんで笑顔なの。何かと交信してんの。気持ち悪いんだけど。あれは